カベルネ・フランは赤ワイン用ブドウ品種である。世界的に最も人気のある赤ワイン用ブドウ品種、カベルネ・ソービニオンの後輩親として知られている。主にフランスで栽培されている。ボルドー地方ではカベルネ・ソービニオン種に比べて排水の良くないところでも育つため、ドルドーニ川ガ,ガンのサンテミリオニやフロンサック地区などで比較的多く見られている。 ジロンド川ガ,ガンのメドックなどでは、ほんの数パーセント作られているだけである。フランス国内で最も栽培面積が多いのは、ロワール地方であり、シノン、ソミュール、ブルグイユなどの赤ワインはこの品種を主体にして作られている。カベルネソービニオン種によく似たブルーベリーのような香りと、程よい渋み、豊かな酸味を持っているが、カベルネソービニオン種に比べるとおとなしい感じのワインが、 多い。奥ワインでは安価なものの一つである。心地よい薄甘口の味わいとサーモンピンクの色合いが美しいアンジューローゼやカベルネダンジューもこの品種を中心に作られている。フランス以外ではアメリカ合衆国のカリフォルニア州やオーストラリアでもわずかながら栽培されている。カベルネソービニオンに比べて高温多湿に強いため日本では 山梨県を中心にこの品種を導入しているワイン園がいくつかある。ありがとうございます。